害を訴えての捜査が進まない。一時はオウム真理教と同等に統一教会を解散に向けて捜査するという状況にあったわけでございますが、自民党と統一教会の癒着によって捜査のメスが及ばないと、統一教会どころではなく創価学会は、この埼玉県警本部の中にも創価学会の方がたくさんいらっしゃいます。創価学会の関係だったらその事件もみ消す、警察官の皆さんが捜査をもみ消す、それが創価学会というカルト宗教である。自分たちがもみ消すために、その生活安全課に多くの学会に送り込んで、加害者の方は私がお風呂に入ると加害者をぶっ壊しませんか。何十年も前から行われている恐ろしい犯罪、どうして未だに創価学会の犯罪を許すことができません。捜査をお願いします。証拠は警察が取ってください。元公安部入江典彦、捜査してください、お願いします。皆さんこんにちは、大きなマイクの音で失礼いたします。私たちは、日議会並びに、黒川敦彦でございます。私は、黒川敦彦と申します。本日は、こちら埼玉県警本部前にて、要望外線という形で、この街頭での PR 活動をやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日は、創価学会被害者並びに集団ストーカー被害者による捜査の要望、要望抗議外線でございます。私は翼の党という党の代表をしております黒川敦彦と申します。また私は、最近炎上中お騒がせしております、政治家女子48党の幹事長でもございます。私たちがこの県警本部前に参りましたのは、先ほど申し上げました創価学会被害者、集団ストーカー被害者による捜査要望ということで本日は参りました。この後また別の人たちにですね、マイクを代わらせていただきまして、少しスピーチ、何人かでさせていただきましたあとにですね、私ももう一度、マイクを取らせていただきます。創価学会並びに集団ストーカー被害者、その我々がですね、なぜこの埼玉県警本部前に来たかということを最初に少しお話をさせていただきます。私たちの今回来ている創価学会被害者並びに集団ストーカー被害という人たちの中にですね、実際に被害を受けているのに、その被害を訴えても捜査が進まないということが実際にございました。その中に、残念ながら、創価学会関連の事件においてですね、特に捜査が行われない、それが意図的に行われなかったということがですね、実際にございました。具体的な内容につきましては、この後個別にですね、被害者の方々からお話をしてもらおうと思いますが、これはですね、いわゆる陰謀論とかではなくてですね、残念ながら実際に起こっていることでございます。私たちは、本日この埼玉県警前に参りまして、要望外線ということでございますので、警察の皆さんにですね、反感を持ってきているというわけではないということをご理解いただきたいと思います。特に捜査の現場にいらっしゃる皆さんにおかれましては、どこの組織にもですね、権力というものはございますよね。捜査において、なんでこの捜査しないんだろうというふうに思う件がですね、皆様の周りにも実際にあろうかと思います。で、特に最近の事案でいうとですね、元総理大臣の安倍晋三氏が銃殺をされたわけです。それによってカルト宗教、特に関係した統一教会の問題というのが世の中の皆さんにおいて、大変大きな話題になっています。じゃあ統一教会の問題がなぜこれだけ広がり、それにより山上容疑者のような人間が生み出され、その山上容疑者が元総理大臣の安倍晋三氏を射殺してしまうというようなことが起こったわけです。なぜそのようなことになったかといえば、警察の皆さんもお分かりですよね。
自民党と統一教会は明らかに結託をしてですね、公安委員長には統一教会の属議員を意図的に配置することによって統一教会を監視隊長から外しましたよね。警察の捜査はですね、一時はオウム真理教と同等に統一教会を解散に向けて捜査するという状況にあったわけでございますが、それが自民党と統一教会の癒着によって統一教会に捜査のメスが及ばないという状況が作られてきました。スーパーチャットありがとうございます。それによって霊感商法などの多くの被害が起こり、その結果が山上容疑者を生み出し、安倍元総理大臣を銃殺するに至ったわけです。これは陰謀論とかではなくてただの事実だと思いますが、警察の皆様におかれましてはいかがでしょうか。で、私たちはですね、この後申し上げますけれども、統一教会どころではなく創価学会はこの埼玉県警本部の中にも創価学会の方がたくさんいらっしゃいますよね。これ全ての創価学会員を警察官にするなというのは直ちには難しいとは思うんですけれども、統一教会の時に起こりましたよね。創価学会与党ですよ。埼玉県警本部の中に、いや役職の方にも創価学会員いらっしゃいますよね。そしたらですね、創価学会の関係だったらその事件もみ消すみたいなこと実際起こってますよね。埼玉県警の皆さん、私たちは残念ながら身近にそういう、特定の権力者、創価学会だけではないかもしれませんが、特に目につくのは創価学会関連の事件において捜査が行われないということが実際に起こってきましたので、それについては警察の現場の皆さんも一定はそのような不信感をお持ちの正義感のある現場の皆さんの方が私たちは多いと思っております。だからこそ要望に参りました。正義の番人であるはずの警察官の皆さんが特定の権力におもねって捜査をもみ消す、しかもそれが創価学会というカルト宗教である、そんなことが起こってしまったら警察の正義、その信頼は揺らぐじゃないですか。現実に昨年の安倍晋三氏殺害事件、銃殺事件において警察の警備に問題があったんではないかというような声もあったわけでございます。警察の皆さんが日々活動を頑張っておられるというのは理解しておりますので、どうか創価学会などというカルトにですね、その正義が歪められないように日々の活動をお願いしたいと、私たちは実際に創価学会、またこの後ご説明いたしますが、集団ストーカー被害に遭った方々のですね、具体的な声を持ちまして、皆様に要望させていただきたいというのが本日の凱旋の趣旨でございます。それでは何人かにですね、マイクを代わらせていただきまして、最後に私もう一度それを受けまして、スピーチをさせていただきたいと思います。マイク代わりまして、私、日本の未来を取り戻す会の杉田隼人と申します。創価学会からの被害を受けて、こういった市民団体を作り活動させていただいております。現在は、スバパワ等の組織運動本部長というものをやらせていただいています。埼玉の被害者の方、創価学会の被害者の方から何人も相談を受けたことがあります。まず、警察も分かっているはずですが、創価学会がやっている集団ストーカー、これは実在しています。どこがやっているのかというと、創価学会の広宣部、広いに宣伝の宣、部活の部に広宣部という諜報暴力部隊があります。こういった諜報暴力部隊が盗聴やハッキング、付きまとい監視をしている。実際これ共産党のところにも実行されていて裁判沙汰にもなっています。宗教団体がこのような情報活動をする理解に苦しみます。で、警察の方が集団ストーカーの被害を訴えたときに窓口が生活安全課になると思うのですが、大体の被害者は気のせいじゃないか、病院に行け、あるいは23条通報により
精神疾患扱いをされ病院抑留されております。これは明らかな人権侵害です。で、被害者が大体言われる言葉というのが証拠を持ってこい、証拠を持ってこいと言われるのですが、そこが問題です。証拠を探すのはあなた方警察の仕事です。あなたたちは自宅で人が殺されていて家族が殺されていたら証拠を持ってこいと言うのでしょうか。おかしいですよね。それは被害を訴えているのであればまずは捜査をする、内偵をする、張り込みをする、そういったことが警察の仕事なのではないでしょうか。そして僕は千葉県警の方で捜査学会と思われる生活安全課の職員に友達が呼び出されました。柏警察の生活安全課です。俺は付きまといをされていたり、その科学会とトラブルになっていたので、監視、付きまといというのをずっとされていました。で、それを友達がずっと助けてくれていたのですが、その友達を柏警察の学会と思われる警察官が呼び出し、杉田は今監視対象だ。監視対象は家畜以下だ。助けたらお前も杉田みたいになるぞと。お前も杉田みたいになりたくないのかと。監視対象という言葉、集団ストーカーのことを警察は監視対象と呼んでいるんです。で、警察の OB からも話を聞いたことがあります。警察はこのようなことを平気ですると。で、創価学会員が多くいる、特に生活安全課の中に創価学会員をわざと配置するように指導が出ているような話も聞いたことがあります。それはなぜかというと、創価学会の嫌がらせが気まとい、不法投棄、糞尿のばらまき、そういった行為は生活安全課が相談の窓口になっているからです。自分たちがもみ消すためにその生活安全課に多くの学会員を送り込んでいる、こういったことは現実だと思います。で、集団ストーカーというものは中に被害者の方で明らかに病気だなという方も正直いらっしゃいます。しかしそれはもともと被害を受けていて病気になってしまった方もいるでしょうし、ちゃんと確認をしてほしいと。なんで被害者をいきなり病院送りにするのか、23条通報をするのか、これは明らかな人権侵害であり、使い方を間違ってほしくない。明らかに発狂して暴れてる人であればそれをやるべきだと思いますが、今現在この被害者の中で問題になっているのは23条通報です。警察が23条通報で保健所に連絡をする、保健所が医師を連れてくる、医師の2年以上の診断で統合失調症という診断をされ強制入院させられます。で、医師を呼ばれた時に診断されてしまう理由としては、まず医師免許の試験で監視されている、付きまとわれていると言っている人を統合失調症と診断しなさいという医師免許の合格した医師が診察しているので、そうなってしまうのは当然だと思います。まずは証拠を持ってこいというのではなく、あなたたちがきちんと被害者の話を聞き、証拠を集めることをやるべきだと思うのですが、それについてはどうでしょうか。今僕の三段警察官との会話、不適切な大会は録音しています。どん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 それを探していこうと思っています。で、こちらに埼玉での被害者、東京からも来てくれる被害者の今10名以上も来てくれています。で、被害者の人たちに言っているのは、警察官との会話を必ず録音してくださいと。録音して適切な対応、病院に行け、疲れてんじゃないのって言ってる言葉があった日には探してやるので覚えておいてください。で、被害者の皆さんはちゃんと階級、所属、名前をきっちり聞いてください。で、警備以上、課長クラスの警備以上であれば下の名前は教えてくれます。下の名前も聞いてください。そして、その警察官に適当なことを言われたときは、それはあなたの責任ですか、それとも課長、あなたの課の責任ですかと。そして、その上層まで出させて、上層から、それはじゃあこの警察署全体の回答としてよろしいですかと、そこまではっきり録音を取ってください。そうすれば、それをどん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 僕と黒川さんで探していき、警察官精進をやる、適当なことをする、明らかに創価学会員だと思われる、隠蔽、そういったものを明らかにしていこうと思っております。僕たちから申し上げたいのは、もし集団ストーカーを訴えている被害者がいたら、ちゃんと相談を受けて記録に残し捜査をしてあげてください。僕からは以上です。あ、ちょっと待った、もう一個
で、ちなみに創価学会のことを皆さんどんな組織か知ってますか？カルトですよ。カルト。池田大作を通販してナムナムしているカルトです。そして一番のカルトの理由、カルトの理由としては撲滅招待会という仏壇に名前を書いて相手を呪う呪いの儀式をやってるんですよ、平成まで。そんなのどう考えてもカルトでしょ。そして一人でやってるんじゃないんですかね。会館に集まって仏壇に名前を書いて呪う撲滅を呪ってるんですよ。どう考えてもカルトでしょ。こんなのが政権与党ということはまず僕は大反対ですし、公明党を解散していただきたいと思っております。以上です。警察に何て言われたか長々と待って大丈夫です。一人ずつどうぞ。私、こちらの方にも相談に来たんですが、シャープ9110の方にお電話しました。加害者の方は私がお風呂に入るとわざと出てきてドア板をパーンと耳に響きくらいにやってくるんですが、あ、そうだっけ。じゃ内容の方は話さないですが、不適切な対応でした。見たければ見せればいいだろうという対応でした。そういった対応はちょっと私としては納得できないので、こちらの方も苦情しまいました。以上です。大田区から参りました主婦です。私は池上署への生活安全課へ4回相談に来ましたが、精神疾患じゃないかと言われてすぐに病院に行けとも言われました。そして私は2年半引きこもっていましたが、黒川さんと杉田さんと出会い引きこもりを脱出できました。だから私が言いたいのは、警察の人にも言いたいけれど、引きこもって苦しんでいる被害者の方へ伝えたいです。私たちと一緒につながって集団ストーカーの加害者をぶっ壊しませんか。とにかく土曜日に勉強会講演会があるので、頑張って家から出てつながってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。埼玉県警の皆様こんにちは。大変大きな声で申し訳ございません。私たちは集団ストーカーの犯罪に狙われたターゲットでございます。集団組織で一人の人を嫌がらせ、待ち伏せ、つきまとい、悪口、騒音、引きこもり、精神疾患、自殺、人の人生までも破壊します。この集団ストーカー犯罪で24時間365日追い詰められていく恐ろしい犯罪でございます。この犯罪に狙われたら心も体も病んでしまってしょうがないと思っております。365日行え、やられてしまったら多分警察の皆さんもこのような精神疾患になったり心が病んだりすると思っております。創価学会はいろんな人が関わりこの集団ストーカー犯罪を行っております。警察の皆さん知っていると思います。犯罪は人を人とも思わない、何十年も前から行われている恐ろしい犯罪なのに、どうして未だに警察は調べもしない、動きもしない。これだけたくさん
さんがいるのにもかかわらず、なぜ取り締まらないのか、なぜ取り締まりできないのか、そしてこの犯罪はなぜ生活の安全化なのか。この集団ストーカー犯罪でたくさんの被害者が引きこもり、自殺、精神疾患に追い込まれる。追い込まれているのになぜ生活の安全化なのか。この犯罪は刑事事件じゃないんでしょうか、皆さん。生活安全課に何年も何年も通い続けているにもかかわらず、被害者の皆さん、生活安全課に何か動きはありましたか。のらりくらりこの犯罪をやりたがらないように見えるのは私だけでしょうか、皆さん。証拠証拠と言いながら、見せるともっと新しいもの、もっと新しいものを見せると言います。この生活安全課はこの集団ストーカーを取り締まる気があるんでしょうか、調べる気があるんでしょうか。この集団ストーカーの犯罪によって子どもたちが危険になっております。学校でいじめられ、引きこもり、自殺へと追い込まれていることを警察の皆さんはご存知でしょうか。集団ストーカー犯罪、これが親がターゲットになると、子どもたち、家族までが被害を受けます。とっても恐ろしい犯罪です。そしてどれほどの人が自殺に追い込まれたことでしょう、どれほどの人が病気にされたことでしょう、どれほどの人が精神疾患にされたことでしょう、どれほどの人が無念だったでしょう。そしてどれほどの人を病気、自殺、精神疾患、切り抜けにしたらこの集団ストーカー犯罪を止めるやめるんでしょうか、皆さん。私はこの創価学会の犯罪、創価学会の犯罪を許すことはできません。警察の皆さん、動いて調べてください。よろしくお願いいたします。警察とか被害者のものです。川越警察署でこのことを相談しました。保健所に行けと言われました。兄弟が言われました。これは集団ストーカー犯罪です。捜査をお願いします。集団ストーカーの被害者です。処置入院をやめてください。処置入院の薬を飲んで治るような犯罪ではないんです。何度3日だけで警察行ってますが、話を聞いてくれません。で、情報を持ってこい、情報を持ってこい、弁護士さんと一緒に来いと言われます。そんな証拠なんか取れてありません。警察でさえ取り方を教えてって言ったら、わからないと言いました。警察でわからないものが私たち周囲にわかるわけがないです。ぜひ証拠は警察が取ってください。お願いします。今年だった集団ストーカーの被害者になって、23年目です。一番危険な時は平成の17年6月6日、警察官10人がかりで私の腕を押さえつけて、それ以上集団ストーカーのことを言うのであればこうなるぞということで、まさに心停止、呼吸停止する可能性のあるラボナールおぼしき薬を警察官10人がかりで私の腕に、打ちました。この時私生命力強かったんで生きてますけども、あれをやられた高岡市民病院の窓口で、私は死んでてもおかしくない状況。
こういった状況、実際に警察官10人ばかりで私の腕を押さえつけて危険性が来ました。これが現実です。集団ストーカーやってるのは他でもなく警察がやっています。長崎県警の、元公安部入江典彦さん、こういった方も言っておりますが、ぜひ集団ストーカーの問題、解決するようにお願いいたします。ストーカー規制法は恋愛感情がダメだと言ってくると思うのですが、県の迷惑防止条例の付きまとい行為でこれは十分摘発できると思います。迷惑防止条例の方で摘発していただければと思います。お願いします。それではもう一度、マイクを持たせていただきます。私黒川敦彦でございます。今日はどちらかというと、集団ストーカー被害の方の、被害のお話が多かったと思います。でそもそも警察の皆さんにおかれましては、集団ストーカーという、言葉を聞いたことない人もいらっしゃるかと思います。で実は、私自身はですね、別に特段この集団ストーカーの、被害者ではございません。しかし特に昨年からですね、先ほどマイクを持ちました、杉田隼人さんたちの、活動をですね、いろいろ協力させていただく中において、この集団ストーカーの被害ということに対して私なりにさまざまな理解をすることができました。ぜひ警察の皆さんで知らない方はちょっと集団ストーカーということを調べてみていただきたいと思います。で集団ストーカーということを調べるとですね、統合失調とか精神疾患の人みたいな、みんなが思い込んでしまっていて、そういうことが起こっていると。集団ストーカーということを調べるとですね、精神疾患とかということが調べると出てきたりもいたします。でこれに関して、私なりにもいろいろと調査をしてまいりました。で結論から言うとですね、実際に本当に被害を受けている人はいます。そして、ちょっと考えすぎていることによって不安になって、集団ストーカーの被害というのを、不安の中から思っている人、そういう人もいます。その人たちのことをですね、若干はこれ、精神疾患だというふうに思われる方も、いらっしゃるのも事実でございます。それは私も否定いたしません。だからといってですね、集団ストーカー全てを精神疾患だというのはこれは本当に間違っているので、もしそのように思っている方がいらっしゃいましたら、それをぜひ、改めていただきたいと思います。でこの集団ストーカーという中においてですね、私もさまざまに調査した中で、意図的にですね、精神疾患になるように仕向けられているというような趣旨が私はあるなと思っております。実際の被害はですね、それほど大きくないんだけれども、何度も何度も、付きまといをされている中において実際に付きまとっている以上の恐怖を感じてしまうと、
というふうに、なっていきます。それをですね、意図的にやっている可能性が高いと私は理解しております。精神疾患のですね、心理学の用語でですね、ガスライティングという言葉がございます。このガスライティングというのはですね、本人にはっきりと気づかないように、様々な心理的プレッシャーを与えることによって、本人のがより以上の恐怖を感じるようになってしまう、そういうような手法がございます。ガスライティングだけではなくてですね、実際の被害以上に精神的心理的プレッシャーによって被害を受けたことをきっかけにしてですね、ある種のトラウマなんです。そのトラウマをもとに、ただ車が走っているだけなのに、もうその車を見たときには、その被害を受けてしまった人は、それを自分をストーカーのように追い回している車に見えてしまう。そういうようなことがですね、実際にございます。しかしながら、私たちが、実際にいろいろな被害者の方が話を聞いている中においてですね、全く根も葉もないのに、被害を訴え始めたという人は本当に少ないんです。これがですね、この集団ストーカーというものの、非常に、立件することも困難な部分も多いです。それが分かっていて、ストーカー学会だけではないかもしれませんが、特定の集団がですね、ある人を攻撃するという時において、先ほど言ったガスライティングの手法とかですね、警察に、ストーカーを立件させないようにして特定の人を嫌がらせするというようなことが実際に行われています。その大きな集団の一つが我々が理解する限りストーカー学会なんです。特に先ほどマイクを申しました杉田隼人、もう彼ははっきりとですね、ストーカー学会の関係者と揉めることを発端にしてですね、地域で創価学会から集団的に様々な嫌がらせを受けました。警察の皆さんもご承知の通り、創価学会の会員というのはおそらくアクティブな会員でも100万人を超えています。それだけの数がいるとですね、地域で10人20人が結託をして特定の人を嫌がらせする、例えば創価学会に勧誘したんだけどうまくいかなかった、そういうことをきっかけに付きまといが始まったり、職場で創価学会の関係者とトラブルになったことによりそれをきっかけに嫌がらせが始まったり、実際にそういうことは起こっています。そして冒頭も申し上げましたが、警察権力の中には創価学会の人たちがたくさん入っていて、創価学会の付きまとい嫌がらせみたいな相談が来たときに意図的に立件させないように動いているケースがございます。先ほどから申し上げている杉田隼人のケースなどははっきりとそうなんです。で、本日は来ておりませんが、私たちの仲間の被害を受けた人の中にですね、板橋区の交番の中で、交番の中でお前地獄に落ちるぞと創価学会の勧誘をされた人がいます。信じられます？ちょっと昔ではあるんです。約2000年ぐらいなんです。今はそこまで露骨なことは行われておりません。多分行われていない。問題にはなってきたんだと思います。それはそうですよね。警察の交番の中で警察官が囲んでですよ、お前もっと信心しなければ地獄に落ちるんだって言うんですよ。これ今そんな録音音源とか映像出てきたらもうとんでもないことになりますよね。もう警視庁ひっくり返るし、埼玉県警も千葉県警も警察庁ほどひっくり返るような話になりますよね。でも昔ってそんなに今みたいにインターネットもないからバレないだろうと思ってそういうことが行われてきたわけですよ。で、実際に一つのご家庭で
1億円以上の寄付をしたというようなご家庭はたくさんありますよ、この日本中で。創価学会というのは結局のところは宗教を語り、一部の中枢にいる権力者たちがお金儲けや自分たちの権力を行使したいがためにやっている利権団体ですよ。どこが宗教ですか。交番の中で5人で囲んで地獄に落ちるぞっていうの、どこが宗教ですか。実際にそういうことは起こっています。多くの創価学会の人や多くの政策官の方は善良な方が多いと思いますよ、当然ですよ。しかし中には創価学会の幹部の中に悪質な人間がいて、その周辺では未だにものすごい多額の献金をお布施を集められているケースはあるでしょう。また集団ストーカーのような特定の地域の人に対して攻撃を意図的に仕掛けている、そういうような創価学会の人たちもいるでしょう。また政策の中に入り込んで管理職になって創価学会関係の事件が来たら、全部ではないかもしれないけれども、もみ消しているようなケースがあるでしょう。これ全部つながっていますよ。その地域の警察権力とつながっていて、自分は捕まらないと思うやつが悪いことをしているんですよ。そういう者たちの周辺に実際には集団ストーカーと言われるものも起こっています。私たちが本日のこの要望外線でお伝えしたいのは、そういうことを知っていただきたいし、考えていただきたいんです。多くの警察官の皆さんは真面目に働いていらっしゃると思います。しかし捜査においてはですね、立件しやすいもの、優先順位を高くて処理しなければならないものから捜査をしていかれますよね。そうなってくるとどうしても後回しになるもの、そういうものがたくさんあるじゃないですか。その後回しにされているものの中に、捜査が後回しされているものの中に、創価学会関係の事案や集団ストーカーという事案がたくさん入っています。それを今一度ご理解いただきまして、やはりどんな犯罪も被害者がいて、その被害者にとってみたらみんな苦しんでいます。その被害者を救うことができるのはやはり警察官だけですよ。警察が正義のために働いてくれて、悪いことをやっている人間を取り締まってくれない、それがもし続いたとしたら起こることは、山上容疑者のように自分で自ら相手を殺すということになってしまいますよ。そのような世の中が警察の皆さんが望む世の中ですか。違いますよね。ぜひ私たちの声もお聞き入れいただいてですね、まあ、たまにしますので少しずつでも皆さん、集団ストーカーやこの宗教被害につきまして、実際の犯罪や被害に対して捜査や検挙をしてくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。最後にですね、みんなでちょっと警視庁前からシュプレヒコールをやっておりますので、シュプレヒコールをやらせていただきまして、本日の街頭での要望改正を終了させていただきます。一応3つございます。集団ストーカー、長いよこれ言った、集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろというと、摘発しろ、摘発しろを2回続いてほしいです。全部言わなくていい。だから僕が集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろって言うと、摘発しろ、摘発しろ、2回です。ありがとうございます。で、もう一個が、警察から創価学会を叩き出せ、叩き出せ、叩き出せ、2回です。で、3つ目が、精神病院への誘導をやめろ、誘導をやめろ、誘導をやめろの、この3つで
本日も行かせていただきたいと思います。姉さんありがとうございます。それでは、本日もですね、こちらの凱旋、祝電飛行をやらせていただきまして、大変お騒がせいたしましたが、終了とさせていただきたいと思います。また最後は祝電飛行になりますので、ちょっとまた騒がしくなりますけれども、言い訳ではございません。あくまでですね、警察のことが嫌いと思っているわけではございませんので、何卒ご理解くださいましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。それでは参ります。祝電飛行、集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろ、摘発しろ、摘発しろ、集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろ、摘発しろ、摘発しろ、集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろ、摘発しろ、摘発しろ、警察からストーカー扱いを叩き出せ、叩き出せ、叩き出せ、警察からストーカー学会を叩き出せ、叩き出せ、叩き出せ、警察からストーカー学会を叩き出せ、叩き出せ、叩き出せ、精神病院への誘導をやめろ、やめろ、誘導をやめろ、精神病院への誘導をやめろ、誘導をやめろ、誘導をやめろ、精神病院への誘導をやめろ、誘導をやめろ、誘導をやめろ。じゃあ最後にもう2回だけ最初のストーカーのやつを、集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろ、摘発しろ、摘発しろ、ラスト、集団ストーカーを迷惑防止条例で摘発しろ、摘発しろ、摘発しろ。大変にお騒がせいたしました。今回の要望外見は日見会並びに黒川敦彦により、実行させていただきました。またそんなに頻繁ではありませんので、また来ることもありますが、何卒この要望につきまして速やかにご検討いただけましたらと思います。よろしくお願い申し上げます。本日はご協力いただきました皆様、ありがとうございました。失礼いたします。なんかコメントを見てるコメントの方から、僕がなんで被害に遭ったのかってことがあったので、僕の場合は、創価学会2世の幼稚園の同級生の大久保という人間が千葉の銀行で1億円近い粉飾決算による不正融資をやっていました。こいつは創価学会の2世であり、千葉県松戸市にいる工藤会長谷川組の企業者邸の周辺者です。そこら辺の工藤会の奴らが粉飾決算、会社を架空で天ぷらに作り、粉飾決算を繰り返し1億円近い融資をいくともやっていました。それを告発したところ、なぜか創価学会に付きまといをされ、嫌がらせをされ、去年の11月には猫の生首が本当に家の前に置かれていたり、会社の僕は車用品営業でやっていたんですけど、車の中に在庫の中に生ゴミをたくさん突っ込まれたり、あとは仏壇、おばあちゃんの仏壇を おじいちゃんの遺品を在庫の中に入れてたんですけど、アパート1軒分をそこから引き裂き出されて仏壇をひっくり返されたりと、こんなことやるのは鬼畜創価学会でしかないと僕は思っておりますし、やった側もやったとはっきり言っております。そのやったと言ってるのは林という創価学会で柏に住んでおります。で、その後警察に何度も相談しましたらやってくれませんと。で、今回この粉飾決算の証拠、銀行の支店長との録音、反社会勢力に融資をした可能性があるということを僕録音で実は持っております。会社の決算書、税理士、悪徳な税理士の録音、証拠、すべて持っております。で、今回の関係で黒川さんと報道していて、あるいっぱい週刊誌の人とお付き合いすることができました。これはおそらく取り上げられると言っていただいたので、それは週刊誌等で暴露告発しようと思います。よろしくお願いします。あと1点、埼玉県警の本部の人、こちらに富山真紀さんがいらっしゃいますが、立花隆が、何言ったの、芝木に行くこと、これは脅迫ですから、直ちに立花隆を逮捕してください。よろしくお願いします。以上です。立花隆を逮捕せよ、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 ミルクティーをもう飲ませるな、紅茶家電
以上です。面白い。ありがとうございました。ありがとうございました、それでは本日これで終了させていただきます。明日は青汁凱旋です。青汁ヒルズ凱旋です。お待ちしております。明日は大変なことになると思います。織原くんも待ってるからね。織原くんも織原おいで。織原おいで。お待ちしております。ヒロシ来たらはい、ありがとうございました。何だってできるのさ、ピープルパワーで。See you.